これはサイバー空間の深淵へと続く橋だ。ここを渡れば肉体とのつながりは永久に絶たれる。あるいは肉体に戻りたければあの泉に入れ。決めた。俺が行くから、ジョニー、お前は残れ。また問題から目をそらす気か。罪悪感でも感じてんのか。そんな簡単に死んでいいのかよ。うるせえ、もういい。てめえ自身の体なのに、てめえ自身が諦めんのか。俺を殺すのが怖くて自分を消滅させるって言うのかよ。もう決めたんだ、口を出すな。誠実なのはいいが、お前はとんだ間抜けだよ。初めて会った時から何も変わってねえ。もう疲れたんだ、ジョニー。どうなるにせよ、一からやり直したい。お前にとってもこれがベストだ。ディ、俺はお前のことが心配なんだ。いつになったらこの感覚になれるんだ。作りをしないと。お前に話しかけるのもやめないとな。まだ少し時間があるな。ならお前のとこに寄ってくか。大した量じゃないが、まあ構いやしない。足がいるな。ここはスティーブのやつに頼むとするか。誰？何か用？落ち着け、俺だ、スティーブ。いや、おう、元気か。今日はどうしたの？カースディースメタルハンズの新版を買ったんだけどさ、最初の4曲がもう最高だよ。その技どうした？転んだわけでもないだろ。親父か。その起こすの忘れて仕事に遅れさせちゃってさ、俺が悪いんだ。
かが朝寝坊をしたくらいで手を出すとはな。うん。で、何しに来たの？ちゃんとコードの練習してんのか。うん。でも指が追いつかなくて。全然上達しないんだ。とにかく練習しろ。そのうち上手くなる。いずれ何も考えずに弾けるようになるさ。コツさえつかめばな。もう一曲練習してたんだ。聞く。今は急いでる。また今度な。車と運転手を探してるんだ。今日は街でいろいろと野暮用があってな。いいよ、任せといて。出かけるときは声をかけろって言うんだけど、どうせ母さんは何も聞いちゃいないから。行こう。ずっと弾いてると指が痛くなる。痛くない弾き方ってある？ないな。指で鉄線を絞って音を出してんだ。痛みばっかりはどうしようもない。そっか。心配すんな。ずっと続けてりゃそのうち指の皮が分厚くなる。おい、一体何してんだ？出かけんだ。どこへだ？ああ、ちょっとその辺だよ。すぐ戻る。うちの中に戻れ。今すぐだ。付き合いやフラフラ遊びに行きやがって。また車の鍵を持ち出したな。バカ野郎、うちの中に戻れ。何の用だ。車がいるならてめえで買え。俺の酔っ払いと一緒のゴミ捨て場じゃスティーブが家にいたがらないのも無理ないな。はあ、お前んじゃマシだってのか。うちに子供はいないが、この調子じゃあんたんとこからもいなくなりそうだな。あれ誰だ。知るかよ。どうせホームレスかなんかだろ。スパイかもな。うちはゴミ捨て場なんかじゃない。俺が掃除してるし。言葉のあやってやつ。本気にすんじゃねえ。あいつと話すようになって。乗って。朝から晩までギターばっかり。ちゃんとしつけた方がいいぜ。これからもこんな調子なら逃げ出そうと思ってる。もう何年かしたら家を出られるだろう。そしたら親父のことなんかあっという間に忘れられるかもね。でもそのためには強くならないと。どこ行くの？タイムマシンだ。いいね。前にケリー・ユーロダインを見かけたよ。ファンなのか？当たり前だろ。レジェンドだぜ。好きじゃないの？ケリーは悪くない。ラジオで言ってたよ。ケリーはシルバーハンドの死を利用して売名行為に走ったって。メディアはろくでもない連中ばかりだ。音楽を扱う奴らは特に脳みそが腐ってやがる。ケリーはいいミュージシャンだ。それだけ知ってりゃいい。奴は本物さ。あらゆる面でずっとそうだった。ケリーを知ってるみたいな言い方だね。知ってるんだよ。俺もミュージシャンになってみせるよ。忘れるな。楽な道じゃないぞ。分かってるよ。とにかく練習を頑張るつもりさ。初めはそれでいいが、後に待つのは苦労ばかりだ。好き勝手なことを言う批評家にアンチ、絶えないプレッシャーにめちゃくちゃなライフスタイル、ボロボロになっちまう。保険を用意しといた方がいい。保険？何でもいい。収入を確保するんだよ。それで最悪の事態は避けられる。やけくそになったらしまいだからな。音楽ってのは体の内に宿るもんだ。お前の血や肉と一緒さ。そっか。まずは曲作りからだな。経験を積めば積むほどいいものが書けるようになる。始めるなら早い方がいい。実は数曲考えてる。おお。でも歌詞で苦戦してて、とりあえず書いてみてもどっかで聞いたようなのしかできない。何を書くべきかわからないんだ。自分の知ってることを書け。曲作りだけじゃなく物を書くときの鉄則だ。知ってることなんて何もないよ。自分のうちのことぐらいだ。
まず第一にそんなわけねえ。次にタワー暮らしってのはいい題材だ。三つ目は普通三つでセットだろ。お前はまだ若い。書きたいことはそのうちいくらでも出てくる。人生にもみくちゃにされればおのずと音楽の方からお前を見つけてくれるさ。よし、着いたよ。ありがとな。ここで待ってるか。一緒に行くよ。進歩チェックしたいしさ。何を探してんの？ここにはケリー・ユーロダインがよく来るんって。町一番の品揃えだもの。特に有名人はよく顔を出す。なんでか理由がわかる、ね、さあな。別に俺には関係のない話だ。私はお客を詮索しないし記録もしない。それにおしゃべりでもない。それでご用件は？ギターを探してるエルギンな。ご自由にどうぞ。まともなやつが欲しいんだよ。何ケチつけるの？一番大事なのはピックアップだ。上等なのを使わないと話にならない。見た目なんて二の次だろ。そうね。ローリーがビビる。レッグが反ってる。調整できる範囲でしょ。しけったベニヤ板を合わせた安物のボディ。こいつはひどい作りだ。音は鳴る。弾き方を知ってればね。いやかしに来たんじゃない。本物を買いに来たんだ。それだけの金も持ってきてる。なんだ、早く行ってよ。じゃ、裏へ行きましょう。俺も行く。ねえ、勉強になるかもね。どう？うわ、すげえよこれ。全部クロマティクスとヘンダーソンズの最新モデルよ。ヴィンテージものは正面にある。デルーズ・オルフィーン、本物か？よく見てみなよ。確かめただけさ。立派なもんだ。手入れも行き届いてる。こいつは70年ものか？90。まだまだ現役よ。フィンガーボードは天然の黒炭製。テンゾアパラダイズ、レプリカか？れっきとした本物。じゃあ100年以上前のだね。ダブルハムバッカーにネックは接着じゃなくネジ式か。クラシックだな。バランスも完璧よ。構えるのも楽。こいつを試したい。どうぞ。好きに見てて。表に戻って目を光らせてないとすぐに泥棒が入るからね。シルバーハンドをそんな風に弾ける人初めて見た。シルバーハンドはレッスンを受けたことがないって何かで読んだ。独学で自分のスタイルを築いたんだって。どうやってるの？まるで本物みたいだ。毎日練習すればできるようになる。なんなら超えられるさ。不可能なんてないんだ。どうかな。そりゃ頑張ればリフを覚えたりはできるだろうけど、
そんなの誰かのコピーだし。確かにな。だからこそ自分のスタイルを見出すんだよ。練習はそのためにある。才能が。才能ならある。本当、本当にそう思う。自分を信じてないのか。自分に厳しいのも悪いことじゃないが、自分の力を信じることの方がずっと大切だ。俺じゃ本物のロッカーボーイにはなれないよ。おい、自信を持て。俺は自分が信じてることしか口にしない。そう決めたんだ。最高の日だ。ああ、手が震えてきた。ロッカーは本音をぶつける反逆者だ。親父には試したけど、いいことなかった。お前もじきに自分が誰かを理解する。世界に求めるものをな。どういうこと？真の反逆者になりたいなら、まずは自分を貫き通せ。この世に生まれながらの反逆者なんていやしない。人生にもがき苦しみながら徐々に出来上がってくもんなんだ。あんた変わってるけど、友達になれて嬉しいよ。ああ、俺も嬉しいぜ。もう少し引いてく？いや、時間がない。金を払ってさっさと行くぞ。それで、これをもらう。いいチョイスね。よかった、ちゃんとしたギタリストの手に渡って。他にも何かいる？いや、いい。これでいいか。じゃあな、急ぐぞ。まだいくつかやることがある。わかった。さて、行こうか。オーケー、どこまで？墓地までだ。了解。親父はまた企業戦争が始まるって言ってた。今にもどっちかがしびれを切らすって。本当かな？また戦争が始まると思う？俺に聞くな。そういう話題には興味ねえ。正直どうなってもいいと思ってる。なぜかわかるか？さあ。気にする意味がないことに気づいたからさ。この辺に連れが住んでるんだ。どこだ？いや、ここからじゃ見えないよ。そいつとは仲いいのか？一度家に呼んでくれた。そいつのお母さんが昼飯を作ってくれてさ。ここを通るのは好きだ。いいところだよ。この街は生きてる。そりゃみんな歩き回ってるし。そういうことじゃない。人間が作り出した化け物がいつの間にか人間を食い物にするようになっちまった。フランケンシュタインみたいだね。フランケンシュタインの怪物な。そうだな、確かにここはいいところだ。ここに来たのは初めて？いや、でも初めて気づいた。ゆっくり眺めたことなんてなかったからな。まるで街が指の隙間からすり抜けてったみたいだ。足元や頭上を通り過ぎようが、それに気づくことすらできなかった。それを曲にしたら？考えとく。いいペンダントだ。まさか。似合ってる。魔法使いじゃないのよ。実は俺のじゃない。じゃあ誰の？あのね、昔知り合いだった。行かれた男のだ。俺はそいつの代わりにここにいる。
死んだの？ああ、こいつが殺したんだ。それどうするんだい？持ち主に返すのさ。一緒に行ってもいい？ダメだ、ここで待ってろ。すぐに戻る。わかった。こいつは俺が持ってるべきじゃないだろ。いつまでも過去にとらわれて前に進まないわけにはいかないんだ。この顔がついてる限りお前を忘れられやしないからな。あんな決断をできるやつはそうそういやしない。いや、お前だけだ。お前には感謝してる。してもしきれないくらいな。おかげで学んだよ。それを無駄にはしない。じゃあさよならだ。次はどこに？おい、何してるんだ？数回？やめたんだ。お前もやめとけ。体に悪いぞ、心にもな。次はどこに？うん、バスの時間が迫ってる。その、訪ねてた人っていつ亡くなったの？最近のことだ。寂しい？ああ、少しな。じいちゃんが死んだ時、すごく寂しかった。でも、今はそうでもないよ。ああ。止めて！おい、降りてよ。待ってってば。ねえ、ギター、ギター忘れてるよ。忘れちゃいない。絶対に忘れやしない。何一つな。
前さんが自由人なのは分かってる。好きな時に好きなことをやりゃいい。だがせめて生きてるかどうかぐらい教えてくれ。説教するつもりはないが、定期点検もすっぽかしやがって、何度も口を酸っぱくして、ったく。一度連絡してくれ。じゃあな。もしもし、B？ しばらく連絡がなかったから、元気にしてるかなと思って。あなたはまだナイトシティで頑張ってる？私は全てを捨てて逃げ出すことばかり考えてるくせに、結局まだここにいる。バカみたいでしょ。アリ地獄と一緒ね。出ようともがくほど引きずり込まれる。膝まで埋まったら最後、もう抜け出せない。エヴリンみたいに。とにかく元気でね。気が向いたら連絡ちょうだい。じゃあ。なのよ。このままずっと私を避け続けるつもり？この卑怯者。借り物の人生をせいぜい謳歌してな、ジョニー。どうせ長くは続かない、この私がいる限りね。最高野郎め、どこに隠れたって絶対見つけ出してやるから覚悟しな。そんであんたの頭から B を引き抜いてやる。応報なんかどうでもいい。やると言ったらやるんだ。あんたなんてただの寄生虫よ、ジョニー。私が絶対に駆除してやる。聞こえた？少ない残り時間を楽しむんだね。よう、ブリー。たく、参ったぜ。あの襲撃のことを思い出すと、未だに体が熱くなる。ノーマッドが荒坂に歯向かうなんてよ。無法もいいとこだ。自殺行為と言ってもいい。生きて帰れるかもわからなかったが、だがどうだ、俺たちは何とかやってのけた。そうだろう。それも全部フィーの活躍のおかげだ。イカれた奴らが大したもんだよ。パシフィカからアパラチア山脈までその名を轟かせたな。これから何をどうする気かを知らないが、お前が望むなら俺たちは地獄の果てまででも付き合ってやるよ。約束する。じゃあな、フィー。体を壊すなよ。メッセージ聞いたよ。あんたとは長い付き合いだ。イカれ具合も諦めの悪さも十分理解してたつもりだけどね。今回ばかりはさすがに驚いた。しかし B が受け入れるなんて相当気に入られたんだね。さすが詐欺師だ。ジョニー、教えてよ。自分のために他人が犠牲になるってどういう気分なんだい？どうせまた安いテキーラを飲みながらバカな男だったって笑ってるんだろう。それともようやく心に痛みを感じたかい？そんなわけないだろうけどね。じゃあせいぜい達者で、二度とナイトシティに戻るんじゃないよ。手の侍は切腹の儀を執り行う前に自省録というものを残した。人生
そして死について最後の思いを込めた句だ。俺は先人の句をたくさん読んできた。中には美しいものもあったよ。だが俺は侍じゃない。簡単な言葉で別れを告げさせてもらう。地獄に落ちろ、クソ野郎。忙しいのは分かってるんだけど、あなたがどうしてるか気になってタロットで占ったんだけど、引いたのが吊るされた男、魔術師、星。よくないカードよ、B。むしろ最悪と言ってもいい。死を示してるようだけど、ちょっと違う。とにかく気をつけてね。できれば近いうちに連絡して。